はい、どうも皆さん、こんにちは、チグです。よろしくお願いします。今回なんですけど、Nintendo Switch 2のですね、後継機のプロトタイプっぽい画像が公開されましたということで、ちょっとですね、中国のウェブサイトの方に工場の試作品、Switch 2のですね、工場の試作品と、スペックであるとか、そこら辺がですね、ちょっと流出してました。で、これがですね、結構説が濃いということで、結構ですね、証拠が揃ってきてるみたいです。はい。なんで、ちょっとそこをね、見ていきましょう。はい。ということで、今回なんですけど、まあ、結構前からですね、スイッチの後継機についての情報のリークとか、噂とかはあったんですよ。ただ、確たる証拠であるとか、まあ、確たる情報が結構なくてですね、まあまあうやむやになってたんですけども、今回、ある中国人のユーザーによってですね、海外の掲示板にスイッチ2の後継機となる、プロトタイプの情報がリークされました。僕ちょっとその掲示板見てきたんですけども、アメリカの掲示板サイトにあります、まあ、著名掲示板って言って、ちょっと名前が難しくてわからないんですが、まあ、そこにですね、Nintendo Switch 2と見られるプロトタイプの写真が公開されました。で、名前まではわからないんですけど、まあ、とある中国人のユーザーによってですね、そのアメリカの掲示板サイトのサーバーに公開されたみたいです。で、Switch 2をですね、CAD モデルにして 3D プリンターで図面として起こしたものになるので、まあ、実際の実機を写真に撮ったか、撮ったとかいうわけではないんですが、まあ、これいろいろ見ていって、まあ、スペックであるとか、あとはまあサイズとかな、サイズとかの、比較をしていくとですね、まあ、Switch 2が前々から噂されていた、情報と結構一致するところが多いということで、で結構ね、説的には濃いみたいです。はい、結構濃いみたいなんで、まあ、ほぼ間違いなくこれが Switch 2として、来年、まあ、来年度ぐらいかな、来年度ぐらいに出るんじゃないかなというところで、ちょっと見ていきましょう。で、ですね、今回なんですけど、任天堂、まあ、次世代ゲーム機、任天堂スイッチ2に関する情報ですね、任天堂の方は全く、ほとんどね、示していません。で、今年度中に後継機については、何らかの発表を行うことのみ、伝えているというところで、まあ、今現在ね、スイッチ2っていうのも全然正式名称じゃなくてですね、正式名称すら、発表されていない状況になるんですが、まあ、断片的にはこうリーク情報であるとか、情報とかがね、どんどんリークされているので、まあ、そこら辺がいくつか、出てきてですね、まあ、間もなく発表されるんじゃないかなっていう、まあ、時期も相まってですね、結構期待が高まりつつあるみたいです。で、今回ですね、まあ、デザインであるとか、まあ、リーク画像とかね、結構ネットに上がってて、で、その価格設定とかも、まあ、ある著名人のリーカーの方が予想されてるみたいなんで、ちょっとね、そこら辺を一緒に踏まえてお伝えできればと思います。出たサイトがですね、アメリカの掲示板サイト、レディットっていう確かサイトに出てるみたいなんですが、これ見た感じね、ほとんど、スイッチに近い形になってます。はい、スイッチに近い形になってますよということで、もともとですね、今のスイッチ現行であるとか、前のスイッチかな、有機EL の前のスイッチのサイズ感を見ていくとですね、ほとんど変わりないんですが、まあ、若干サイズが大きくなって、薄さが薄くなっているような、感じになっているみたいです。でですね、ちょっと画像出すんですが、これ今の有機EL のディスプレイが今 7.0 インチなんですよ。7.0 インチ。まあ、これでも全然でかいんですが、今回リークされている画像とか、実寸表によるとですね、スイッチ2はこれ 8.0 インチになると、いうような情報が出てます。1インチ大きくなるんですね。で、幅もですね、270の幅115の厚さ14というところなんですが、これ、現行の方はですね、長さ242、幅102、で、厚さが 13.9 になるので、まあ、全体的なですね、厚さ、はい、現行モデルがですね、242の幅105、102、の厚さ 13.9 になるので、まあ、サイズがですね、ぐっと大きくなって、そしてさっき厚さ薄くなるっていうんです、厚さちょっとだけ分厚くなりますね。13.9 から14になるみたいです。で、全体的な大きさはですね、大きくなるんですけど、まあ、厚さが若干こう厚くなる。まあ、0.1 なんで、まあ、ほとんど変わりないと思います。はい、変わりないと思います。で、これですね、元の投稿者がアクセサリーメーカーから多額の費用をかけてシェルモデルっていうのを入手してですね、その CAD モデルを作成するために、ね、今回リークをしたというところで、この CAD モデルがですね、ほとんど、まあ、そのものに、実際のものに近いんじゃないかというような、情報が入ってきています。まあ、もしかしたらね、全然違う可能性もあるんですけど、結構ね、このレンダリング画像を偽物って決めつけるのはまだ早いというような情報も入ってるので、まあ、かなりね、ここの説、濃いんじゃないかと思います。
で、また別サイトではですね、このスイッチ2についてのスペック表も、ね、発表されているということで、まあ、ちょっと画像を出しますが、発送リストの詳細まとめということで、今回発送リストが、リークされてますね。この HGU1100 がゲーム機本体で、 HGU1110 が左側のジョイコンコントローラーで、 HGU1120 が右ジョイコンコントローラーと、で、HGU1130 がドック本体となってるということですね。まあ、このね、発送リストを見てもらったらわかるんですけど、まあ、現行とですね、ほとんど同じで、本体に左右のジョイコンがついていて、で、ドックがあってですね、まあ、そこら辺を分割できるようになってるっぽいです。で、このね、ちょっと違うのは、まあ、サイズ、インチがですね、7.0 から 8.0 インチにちょっと上がっているというところと、まあ、全体的なゲーム機のサイズも、大きくなっていて、厚さが若干だけ分厚くなっているんですが、まあ、その他にですね、気にするところといえばですね、このジョイコンが現行のスライド式からマグネット式に、なってるみたいなんですよ。プラスですね、排気口が、上下についてる。で、Type-C の、インターフェースの USB があるんですが、今回これ2つあるらしいです。はい、2つ。なんで2つあるのかちょっとわからないんですが、普通1つじゃないですか、インターフェースって。インターフェース1つなんですけど、今回のスイッチ2は、この情報通りだとすると2つインターフェースがついてるみたいです。まあ、ここら辺ね、ちょっとね、なんで2つついてるかわかる方でもコメントで教えてもらえると助かります。で、その他にもですね、スペック的にはプレステ5と同等のスペックを期待してた声も結構続々上がってたんですけど、まあ間違いなくそれはないですね。まあいくらスイッチの後継機だとしても、まあいけてプレステ3とプレ4の間ぐらいのスペックかなと僕は思います。まあ、本体のサイズはおそらく現行モデルである下のデバイスからですね、一回り以上大きくなっているので、まあ、画面サイズも大型化は実現できているはずなんです。で、側面に目をやるとですね、ジョイコンの接続方法がスライド式から変わって、ね、マグネット式になっていると。またサイズも違うので、互換性が特にないことがよくわかりますということで、まあ、全体的な大きさが大きくなって、なおかつ、スイッチ、前のスイッチの、ソフトとかデータもですね、アップデートしてスイッチ2で使えるみたいな噂も出てるので、まあ、今のソフトを買い直すとかデータが全部消えてしまうといったようなですね、まあ、さすがにそういう、効率の悪いことにはならないと思うんですが、まあ、ここら辺はですね、まだ続報に期待しましょう。はい、ということでですね、今回こんな感じで終わります。まあこれね、販売して多分直後注文がね、もうぐーっと来てですね、多分物が多分すぐなくなるのはもう目に見えてますね。でこれ台数が不足してくるとですね、転売屋が湧いてガンガン出てきてですね、転売しだすっていうリスクも、ね、結構あるので、まあ結構な台数を量産するんではないかなと思ってます。まあそこまでにですね、かなり情報が出てきそうなところなんで、まあここら辺はですね、ちょっと続報を期待して待ちましょう。まあ2024年度末からね、2025年度頭にかけて発表されると見られているスイッチ2後継機です。海外の著名人リーカーの方がですね、情報をリークしていたんですが、今のところ価格としては$400、まあ、日本円にして56,000円程度になる見込みだというところらしいです。まあ、このリーカーの方はですね、プレステ5が出るときに価格を当てたという実績がある方らしいので、まあ、かなり信憑性が高いみたいなんで、まあ、大体5万6000円ぐらい、まあ、ちょっとスイッチにしては高いですけどね、ちょっとスイッチにしては高いですが、まあ、プレステ5ほどの金額ではないので、まあ、これよりはお手頃価格かなと思います。まあ、僕たちが子供の頃に、買ってた DS とかですね、そういうゲーム機とは比較すると全然高いんですけど、まあ、今の時代5万6000円ぐらいだったら、まあ、妥当かなというところだと思います。まあ、現在ですね、プレイステーション5だけでなくですね、プレイステーションの5プロ、超高価格で世界を賑わせているソニーの二の舞にならないように、まあ、任天堂の方もかなり慎重に値段調整、価格調整をしてくるんじゃないかなと思ってます。まあ、ついにですね、かなり信憑性が高い情報が出てきたスイッチ2の攻撃です。実質のですね、モデルにして作られたと思われる図面からですね、価格設定までありとあらゆる証拠が揃ってきたんじゃないかなと思います。まあ、プレステ5よりはかなりお手頃な価格となっていそうなので、ここら辺はですね、続報もあってですね、まあ、購入できる方は、購入していってもらえたらどうかなと思います。はい。ということで、今回こんな感じで終わります。どうもご視聴ありがとうございました。